生、217号室の患者さんが。何？ダークアームブレード。地球外ネットナビスラー、人類にアステロイドを提供するデューオの使者だ。ネット警察はスラーを指名手配すると同時にアステロイドの危険性を強く訴えているのだが、アステロイド事件は世界的に広がる一方だ。アステロイドは人間の心の奥に潜む悪や欲求を増幅させる力があるようです。またそういった心の隙をスラーは巧みについてくるんです。残念ながらスラーの戦闘力に関しては全くの未知数だ。何しろあのフォルテですら裏電脳の世界へ突き落とされてしまったんです。フォルテか。奴は裏電脳世界で無事なんだろうか。え、何ですって？三崎刑事が。三崎刑事、君はあの事件で消息を絶ち殉職したものと諦めていたんだが、三崎君、よく無事でいてくれたな。ご心配をおかけしました総監。まだしばらくはリハビリが必要だそうですが。3ヶ月もベッドで意識不明だったんですもの。焦らないで。三崎さん、お見舞いだよ。三崎さんの新しいペット。ほう、3ヶ月の間にペットもモデルチェンジか。浦島太郎の気分だな。ねえ、プラグインしてみて。今かい？いいから早く。プリズマン。三崎刑事。プリズマン、お前。今ではダークチップの影響も消え現場に復帰しています。そうだったのか。今日からまた君のパートナーだ。ありがとうございます。よかったな、プリズマン。はい。ところで三崎君、病院によると瀕死の君をここへ担ぎ込んだのは女性だったということだが。ええ、名前も名乗らず立ち去ったそうですが、おそらく彼女でしょう。大園百合子。裏切り者！うわあ！お久しぶりね、ドクター・ワイリー。いえ、お父様。お前にそう呼ばれるのも何年ぶりかな、ユリコ。彼女は得意な再生能力の持ち主だ。生きていたとしても不思議はない。このこと、マリコ先生にはどうしよう。まだ未確認情報だし、確かな証拠をつかんでからの方がね。そっか、そうだね。ネタ君、何か来る。一体何が起きてるんだ。原因は電脳空間だ。電脳空間？僕をプラグインして。早く。分かった。プラグイン。ロックマンエグゼ。トランスミッション。何者です？私の名はカーネ。
地上にアステロイドという名の害をもたらすスラーよ。我がサーベルが成敗してくれる。愚かな。アステロイドは人間たちの欲望の具現化です。私はその手助けをしているだけ。問答無用。あ、あれはなんだって。カーネルとスラーが交戦中。ボルカノキャノン。ロックマン。スラ、次は僕が相手だ。ソウルユニゾン、サイクソウル、スロット、この私にこのようなことをして無事で済むと思うな。なんだ。消えなさい、裏電脳世界。どこ。カーネル。スラーが姿を現したとなると、また誰かの手にアステロイドが。貴様の望みは何だ。ロックマンエグゼストリーム。店員君、カルボナーラ追加だ。さて、どこまで話したかな。あ、そうそう、お前がリーガルと結託して私の研究所を飛び出したのが確か11年前よ。そう、11年前だ。竜王のプローブに改造され、天涯孤独となったお前たちは、この私が育ててやった恩も忘れおってな。地球人よ、この星のネットワーク文明を監視する目的で、お前たち二人を我がプローブとして再生し、偉大なる竜王の能力を授ける。でも、お父様にとって竜王のプローブである私は単なる実験動物でしかなかったのよ。
私もリーガンも研究所の外へ出ることは許されず、毎日毎日実験台の上に乗せられた。おかげでお父様は竜王の超科学を手に入れることができたけど、私は自由が欲しかったの。リーガルは私を逃がしてくれると約束した。竜王の遺伝子を受け継ぐ者同士、戦慄と恐怖で世界を支配し協力するという条件で、私は喜んでリーガルに忠誠を誓ったわ。ネビュラのエージェントとして。でも最後の最後で見限られちゃったけど。食うのか。え、どうぞ。だがリーガルも哀れな男よ。竜王のプローブに選ばれたばかりにその能力を持て余し、あげく。ちょっと行け。から完全に消滅だ。まあ遅かれ早かれ我々人類も竜王に抹殺される運命かもしれんがな。どうやらお前にはまだやるべきことがあるようだな。そろそろ行くわ。もう会うこともないと思うけど。待てユリコ。持ってけ、飯の礼だ。これは…お父様…データの分解は抑えたが、あくまで応急処置だ。応急処置…修復前にカーネルの体を詳しく調べないとね。キフネ総監、データの一部を分析したところ、カーネルには何年か前のアメロッパ軍の技術が使用されています。アメロッパ軍だと。カーネルは完全に戦闘目的で作られた軍事用ナビなんです。本当かね。気づいたぞ。ここは科学省だよ。スラーとの戦闘でデータをひどく損傷したんだ。僕を守るためにね。すぐ帰還しなければ。待ってくれカーネル、君に聞きたいことは。消えた。竜王か、この3ヶ月の間に大変なことが起きていたんだな。三崎刑事。なんだ。たった今この病院内で異質なプラグイン反応を感知しました。異質なプラグインだと。ネットナビとは別です。アステロイドの可能性を。アステロイドだと。うわあ、データが消失します。次だ。DS タウンでアステロイド事件です。 DS タウンだと。美咲さんの病院がある町だ。市内の銀行を次々に襲撃してデータを破壊しています。そうか。真鍋君の車で現場に急行してくれ。はい。
ラグインされたのはこの部屋からです。倉庫室か。頼む、プリズマン。了解。プラグイン、プリズマン、トランスミッション。ロックを解除します。待て。アステロイド。バトルチップバルカン、ロットイン。無駄だ無駄だ、これでも食らえ。バトルチッププリズム、ロットイン。オペレーター、ディメンショナルチップだ。何？ニードルマン。君は科学省にディメンショナルエリアを要請して。何？早く。光博士。美咲君、今すぐディメンショナルエリアをお願いします。いや、しかしネットはまだ。説明は後でお願いします。わかった。キンクロッチ、スロットイン。クロスフュージョン。この病院に運んでくれたのも借りを返しただけよ。あの時意識を失い深い海の底に沈んだ私を。あなたが引き上げてくれなければ私は。蹴りがつきそうね。じゃあね、刑事さん。ユリコ、まだ聞きたいことがあるんだ。チャージショット。あれが犯人のオペレーター？そう、銀行マンですって。銀行マン？銀行のお金を相当使い込んだらしくて、アステロイドで証拠隠滅を図ったの。怪しまれないために他の銀行もね。使い込みがいつバレるか、それが不安で神経性の異変で入院していたみたい。ふーん、バカみたい。ねえ、美咲さん。ああ。
これで最後の一枚も揃ったわ。褒めてあげてよ、お父さん。役に立てて嬉しいよ、テスラ。なんせ巨大レーザーマンの爆発でバラバラに飛び散ったろ。集めるのにそりゃ苦労したよ。あとはこの5枚から完全な1枚を再生できれば。そう、私のシンクロチップをね。近所に美味しいカレーショップのオープンしたらしいぞ。カレーといえば思い出すね、ジャワイ島のマッハ2番。元気かな、デカオくん。なに、新しいカレーショップってデカオとディンゴのお店かよ。その名もマッハ1番ダッシュ。マッハ1番ダッシュ、なんでマッハ3番じゃないんだろう。行くぞ、ロックマン。今日の昼飯、マッハ1番ダッシュにプラグイン。次回、ロックマンエグゼストリーム、デカオ華麗なる転身。君も僕らと一緒にクロスフュージョン。